それではね、最この4つ目は、まあ、いつも三脚でお世話になっているリーベクさんの方に来てまいりました。もうリーベクさん、あれ何回かお越しいただきました。そうですね、うちの今日は2、3回出してたかな。もうじゃあ、待って、じゃあ違うお話もでもしてもらおうかなということで、もうリーベクさんといえば、もう RS シリーズから、まあ、もろもろ変わりまして、ようやくグローバルスタンダードみたいな三脚出していただいて、まあ、僕も、2週間ぐらいお借りしてちょっと使わせてもらったんだけども、もう個人的にはもうヴィンテいらないなと。うちのヴィンテはもうこれ捨てようかなっていうような、ね、感じだったんですけど、まあ、いろいろ苦労があったと思うんですけども、まあ、とりあえずは、概要アピールをお願いします。岩崎工業の海外営業、久美田と申します。よろしくお願いします。ですね、今回はこのインタービーで初めて出展を行った RS プラス、シリーズを中心に展示を行っております。この RS プラスシリーズなんですけれども、従来の RS シリーズの機能性能をベースにですね、新しい、機能また価値をプラスした、そういうリーベクのフラッグシップのモデルになっております。RS プラスシリーズなんですけれども、750、850、この2つのモデルがございます。750、今こちらに出ているものなんですけれども、この750は搭載重量が17キロまで、主に ENG で、使うことを想定としている三脚です。こちらが750ですね。あとはですね、主にデジタルシネマであったりスタジオでの使用を中心に考えられている850、搭載重量25キロまでの850がございます。この2モデルですね、ともに、カウンターバランスは無段階になっていて、トルクに関してはチルとパンともに、7段階になっております。今回はですね、パンとチルトのトラックとカウンターバランスのつまみが一列に配列をされていて、まあ、操作性を向上させているモデルになっております。まずはヘッドから特徴なんですけれども、2つの新しい、機能を搭載しております。1つはカウンターあーごめんなさい、はい、2つの機能なんですけれども、1つはバランススタビライザー機構、そしてもう1つはスムースバランスシステム、この2つの機構を搭載しております。まずはバランススタビライザー機構なんですけれども、従来の RS シリーズもですね、カウンターバランスを調節をしてどの角度でもピタッと止めるということを可能にしていたんですが、何も前後のバランスをこう確実に中心で、取ることを求められていたために、調整に少し時間がかかっていたんですね。で、今回のバランススタビライザー機構を搭載していることで、まあ、目視である程度のところでバランスを取っていただければですぐにカウンターバランスを調整することができる、そういった機能になっております。はい、じゃあ今回実際にカウンターバランスの調整をお見せしたいと思います。まずはスライドプレートなんですけれども、ワンタッチで、装着ができるようになりました。このようにです、装着していただいて、あとは目視で大体のところで、バランスを見ていただくと、こっちでは重さ、まあ、ここら辺ですかね。それで、プレートを締めていただいて、そこからカウンターバランスのノブをねじ込んでいきます。今まだ落ちてますね。ここら辺でしょうか。これで、カウンターバランスがほぼぴったり取れている状態になります。こんな感じでですね、以前のものに比べて、装着してから調整が効くまでの時間が非常に大幅に短縮されました。次の特徴でスムースバランスシステムというものがあります。これはですね、カメラの通常カウンターバランスのノブをこう締め込んでいくとだんだん力がかかって回しづらくなっていくんですけれども、
このスムースバランスシステムに関しましては、初めから最後まで同じ力で最後まで回していけると、これによって素早くですね、正確なセッティングとカメラの取り回しが行えるようになったと、それが大きな特徴です。850はですね、750と基本的に同じシステム、7段階のドラッグ、そして、無段階のカウンターバランス調整になっておりますが、搭載重量が25キロまで、デジタルシネマやスタジオ向けということでですね、通常の標準サイズのプレートに加えてですね、バランスのより取りやすいようにこうしたロングプレートが標準で、ついております。今回はですね、ケースも新たに開発をされまして、こちらが750用のケース RC70 と、こちらが850用のケース RC80 となっております。これはですね、両方ともこちらにキャスターがついておりまして、移動時にはこのまま持ち運びができる大変便利なものになっています。またですね、表面と内部にもかなりしっかりとしたプロテクターが入っておりまして、機内の預け入れ荷物として持ち込むことも可能です。はい、ということでね、RS プラス750と850、ようやくね、リブキさん頑張ってくれたなっていうね、あと日本から世界に羽ばたく、やっと肩をね、ビンテンやハトラー、ミラーなんかで、ね、並べていく。今回どうですか、お客さんの反響は。とてもやっぱりよろしいですね。その国内外、海外からのお客さんもたくさんいらしてますけれども、いい反応をいただいていて、期待ができるかと思います。多分やっぱり ENG の人だと思うんだけどもね、ビンテンとかハトラーと、多分そういう質問が多いですよ。やっぱりそうですね。以前のそのグレーのモデルを知ってたお客さんたちが驚いた顔で帰っていくっていうのがとても印象的です。じゃあこれでね、海外の局にもね、ガッと納入できるとね、いいですよね。あとはやっとなんですか、まあ、変な言い方ですが、これでやっと世界に肩が並べたということで、次にね、一つ上に飛び出していくことを期待しています。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。では、バイバイ。失礼します。